はい、皆さん、僕はじゃあこみちんです。酔っ払っております。酔っ払っております。前回のね、動画見てもらった方はね、ご存知だと思いますけども、ちょっと今日ね飲めないお酒を飲んでおりまして、ハイボールね、レモンのやつを飲み切りまして、今日はね2回目ということで、ドライ、同じねハイボールのドライの方を飲んでいきたいと思うんですけども、あのね、飲み切れんかもしれん。2本目はこれはですね、酔っているという自覚がある、自覚があるということはまだ大丈夫なのかもしれない。まだ大丈夫なうちに、ちょっと料理の方していきたいと思います。頭が痛いね、頭がちょっとガンガンしますね。今日はお鍋食べたいなと思ってまして、お鍋食べたいんですよね。顔赤くない？頭がガンガンする、頭がガンガンする、頭がガンガンする。とりあえずお鍋の準備をしようかな、お鍋の準備をしようかな。クラクラする。あのね、さっきねちょっと立ち上がったんですけども、まともにね歩けないんですよね。もうほんと千鳥足、ほんと千鳥足なんですよ。語彙力ゼロですね今日は。いつもそんなにあるわけじゃないけど、今日はもうそれに輪をかけてもゼロです。鍋の準備していくか。ちょっとね、一応でも食べる段階だったらちょっとまた開けますけど、ちょっと今日ね冒頭はちょっと乾杯、ちょっとお預けということでご容赦ください。水はありますんでね、水で乾杯しましょう。乾杯。ほんと水大事。もうなんかほんとね、なんかふわふわするんですよ。信じられないかもしれないですけど、僕も信じられないですね。信じられないぐらい酔ってます。何をどうしていこうかな。じゃあ鍋ね、折りたためる鍋があるので、こいつにもうぶち込んでいこう。野菜切ってで鍋つゆぶち込めば鍋はできる。さあ、じゃあやっていきますか。まずはですね、白菜ですね。はい、じゃあ切っていきましょう。ほら、ここはですね、いらないですね。どうなの、こう顔見えた方がいいな。ちょっと変えますね。あ、いいっすね。どうっすか、顔真っ赤ですね。おー、これなんか顔真っ赤ですね。こんな酔っ払いにね、ちょっと刃物持たせていいのかっていう問題もありますけどね。まあいいでしょう。もうね、ちょっと酔っ払っておりますのでね、見栄え等はね、もうほんとご容赦ください。ほんとね、酔っ払いにはほんとみんな優しくして、優しくしてほしい。いつもの5倍優しくしてほしい。ほんと白菜ね、白菜ドンと、ドドドドドン、白菜いってこい。多すぎるかな、多すぎる気がする。そんなの関係ねえってことで、ちょっと突っ込んでみましょうか。ここね、鍋にもう鍋がほぼほぼ白菜っすわ。白菜4分の1は非常に多いということが分かりましたので、ちょっと避けとくか。白菜4分の1を避けておきます。シャルカップ持ってきます。よいしょ。
シャレカップ持ってきたよ。持ってきたよ。はい、力技でね、ねじ込みましたと。ちょっとね、白菜がこんだけある。あ、すごいな、なんか男梅みたいな、なんかもう真っ赤っかだよね。これやばいな。まあいいか。ネギ、ネギ、ネギですね。ネギネギネギですね。なんかおっと、ほんとなんか今回の動画、編集中に自己嫌悪になりそうな気がするけど、うん、そんな気がしてなりませんわ。はい、じゃあネギもね、どさっとどさどさどさっと入れていきましょう。なんとか白菜とネギだけのやつなんで、キノコも入れるでしょうに。キノコも頼んだぞ、編集の時の自分よ、頼んだぞ。ええ感じで、ええ感じでやってくれ、マジで。ねキノコね、キノコのこのこ元気の子、エリンギマイタケブナシメジキノコのこ。オッケー、全部入れましょう。で今日は、焚き火の日もあるんですけど、焚き火の日にかけるとね、こいつ鍋が焦げそうなので、シリコン製なのでね、いつものね、ワンバーナーのやつ持ってきましたんで、それでちょっとやっていこうと思います。でれんと、以前てか去年かな、スガキ屋ラーメンって食べたと思うんですけど、そのスガキ屋っていうのはですね、和風豚骨味のラーメンなんですけど、その鍋つゆが出たっていうことで、おい、行きまーす。おい、行きなさい。で今ね、野菜とキノコしかねえじゃねえかよと思った、そこのあなた、メインの肉がないですよね。ありますよ、ちゃんと用意してありますよ。エゾジカ、エゾジカですね、鹿のもも肉っていうものの、まあ、しゃぶしゃぶ用らしいんですけども、それの鍋ですわ今日は。まあそれの鍋ですわ。何をどうしたらいいんや、何をどうしたらいいんやろ。あれだよね、ガスコンロを用意したらいいんだよね。ポンコツですわ、今の私はポンコツですわ。でもなんかね、お酒飲むとなんかこう楽しい気分になってくるっていうのはなんかわかるね。もう何でもありみたいな、本当は何でもありじゃないんだけどね、もう何でもありみたいなね、こう多分判断能力の欠如というか、今からね判断能力が低下した男がですね、鍋をする動画ですよ。あ、いいっすね、いい感じですわ、なんとなく。じゃあ行きます、ファイヤーファイヤー。エゾジカ、これしゃぶしゃぶ用なんですけどもね、先に入れておく分もね、ちょっと見栄え的にね、生肉触って箸でご飯食べちゃダメよってね、よく叱られますけども、あ、鹿だけに、鹿だけに、鹿肉だけに、これ多分後で見て本当自己嫌悪に陥るんだろうな肉はね、こうやって並べときましょう。じゃあ蓋して待ちたいと思います。この間に酔いも回ると思います。顔真っ赤です。やばいね、わかるよみんな、これ非常に真っ赤っか。お鍋が煮えるまで待ちたいと思います。いきます、オープン。完全に鍋ができました、おめでとう、ありがとう。早速ね、ちょっといただいていきたいんですけども、まずはちょっとめっちゃ体冷えたんで、スープからいただきます。ちなみにさっきよりも余裕は回っております。いただきます。
熱っ、あーうーめー、めっちゃうまい、あーあったかー、あったかい、あー美味しい。じゃあお鍋の方ですね、食べていきたいと思います。今日はね、エゾジカ、エゾっていうことは、北海道の方ですね、北海道の鹿ですね。じゃあいただきます。うまっ。あーうん、まあ、どっちかっていうと牛に近いのかな、豚よりも牛に近いけど、うん、ちょっとまあほんの少しかジビエ的な、そのなんていうんだろう、獣みたいな感じはないですね。非常に食べやすい、エゾジカのもも肉は非常に食べやすい。しまった、忘れていましたね。2杯目、乾杯を忘れてましたよ。いきますよ、乾杯。あドライ、ドライの方がなんかすごいアルコールがきつい気がする。レモンはねすげえ飲みやすかった。ドライの方はすごいお酒だねお酒の味がするね。あでも鍋美味しい。あいただきます。かー、あードライはすごいアルコール、あーあーレモンが飲みやすかった、レモン非常に飲みやすかった。やっぱあれは気のせいじゃなかった。あー酔ったー、完全に酔ってる。ちょっとこっからはね、お水飲みますかね。お水全然飲んでなかった気がする。お水ね。ほんとね、わかる、酔いながらもわかる、これポンコツだわ、私は今ポンコツだわ。鍋もね、佳境になってきまして、もう肉は全部食べたのかな。あ、最後の肉一切れありましたね。でこれで完食という感じですね。うん、ごちそうさまでした。お酒も、あーはい、飲み切ったでしょう。お酒最弱の男がですね、キャンプ場でお酒を飲むとですね、マジでポンコツになるということですね。もう何を喋っていいかも分かりませんのでね、今日はこの辺で終わりたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイ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 。